こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、C か D ですよね。ちなみにさ、A とか B とかはなぜダメなのか。まあ、両者ともに関係代名詞でございますので、空襲のミーは、なんか良さげな感じはするんですよね。タミさん、このカットオフ、これ動詞だと思ってる方。やっぱり皆さん、自動詞、他動詞の判別、それをやった方が安心ですよね。切ったよー。何よー。ということですので、他動詞。じゃあ、後ろに目的語があるかと言われたら、今まで一旦区切られておりますので、皆さん目的語はなし。ですから皆さん、あと思い出すだけですよね。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動体、もしくは過去分詞。そうです。過去分詞なんですから、関係代名詞の後ろ、動詞がないので、×。ですから根拠はこんな感じですね。じゃあ、あとは選択肢は C ですか、D ですかということですが、わかりやすいのは多分 D でしょうね。で、これ、is、cut off。お、受動体になってるな。あ、いけるのかなと思うんですが、皆さんこれ空詞の左側と合わせてご覧くださいね。そうです。先頭に皆さん動詞がありますので、もし選択肢の D を選ぶと、この文章中、動詞が合計2個。で、皆さん動詞が2つあったら、接続詞関係詞が1つ必要ですよね。じゃああるかと言われたら、見ての通り接続詞がないので、×。よって正解は C。で、この前置詞 with と、さらにその右側名詞。で、空詞の右側過去分詞。これを見て、ああ、あれだね。わかってます、わかってます。という方はいいんですが、この前置詞 with 何ですかという方。サビさん、下をご覧くださいね。不対状況の with。これを書けば思い出せましたね。そうです。前置詞 with の後ろ。まあ、普通に考えたら、まあ、名詞ですよね。で、さらに右側が ing。で、今日のように過去分詞。で、この不対状況の with ですね。やっぱりたまに出ますので、ちょいちょい。確認をする必要性がございます。ですから、忘れてしまっていた方は、ぜひ、思い出しておいていただきましょう。あと皆さん、Y 確認しますので、先頭をご覧ください。大きなプラスチックボトルを使うことができます。で、選択肢は C ですね。上の部分を切り落としてるんでしょうね。切り落として使うことができます。じゃあ、何としてと言われたら、皆さん、これですよね。植木鉢の鉢でございます。で、何を育てるためって2行目ですね。若い植物。つまり、苗を育てる鉢として使うことができます。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。などは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸3番。そこに入る5個をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。